あんたこれ一体どこから押してきたの？こんな重いバイク普通だったら 100m も押せないよ。それも彼女乗せたままでさ。だってルーファスは普通じゃなくて全米で一番なんだもん。それにとっても紳士なの。だからこのぐらい余裕なのよね、ルーファス。おや、まあ俺が本気になればこんなもん鼻歌歌いながら地球を7周半ってところや。まあバイクはさっき俺がさらっとキラッと直しちまったから、この後はどこにでもスイスイ行けちまってかえってスリルがないかもしれねえがな。やー、ルーファス素敵。ブルルンブルルンブルルン。さあキャンディ、次はどこに行きたい？どうしようかな。しばらく砂漠で暑かったから。あ、そうだ、北極行って白クマ見ない？なるほど、そりゃナイスな計画だ。さすが俺のハニーでしょでしょ。あ、でも北極って私行ったことないの。ルーファス道わかる？バカだなハニー、そんなもんとりあえずあっちに向かえばいいんだよ。なんてったって北極ってぐらいだからな。そのうち寒くなってきたらそこが北極だ。うわー、ルーファスって頭いいのね。